あれ森田さん、あ、なんで今日上野に。今からオッパブ行って、ちょっと谷前に自分の物件挟んで。物件、うん、そうそう、自分のサザンテラスタワーをこうパイオスに挟んで。そんなでっかいですか森田さん。何がしてんだけど、暑いからそういうもう冗談いらねえから。あ、そういう冗談いらない、うん、まあ、おっととっと夏だぜって感じなんだ。あ、確かに今日暑い。そう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 、これはもう恋をしなくちゃって感じですね。ああ、そうそうそう、はい、分かってんじゃん、はい、分かってんなお前。おといえば誰だよお前。はい、え、いいジャンプの匂いがしますね。そう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 、はい、おい、雨な、引っ張りすぎだよお前。こんにちは。こんにちは。もうすごい前振りトークがめちゃめちゃ楽しくて笑いそうになりました。後藤一君です、よろしくお願いします。あと後藤一君のスタッフで、ちょ、あ、お願いします。ちゃんと声を。あ、深夜です、お願いします。深夜さん、こんにちは、はい、お願いします。ね、はい、神さんに逃げられたから最近。編集しないよ。俺ら編集しないよ。いいですね。昇進なんですね、はい、今、はい、ありがとうございます。ゆうくんと、今日ゆうくんの方のチャンネルで、メイドカフェの方に、ね、そうですね、行って、はい、まあ、2人でテストしたり、うん、なんかモエモエなんとかってやってきたんだけど。そう、まあ、後ろの方では、まあ、ゆうきくんといえばね、はい、まあ、とっぽいエピソードもいろいろあって、まあ、過去服役経験もあるということで、はい、まあ、そういうのはありとあらゆるところでもう話してきてるから、もうお前らもいいだろって感じなんだろうけど、本出るんだよ9月の一日に、講談社から。ありがとうございます。アウトローの哲学。おー、うん、アウトローの哲学っていうか講談社から出るんですよ。そうです、出ます。要するにいろんな哲学思想をお持ちなんだよ、ゆうくん。はい、なっていうことは本にも書かれてない、どこにもまだメディアにも出てない話っていうのは絶対あるはずなんで。確かに、はい、うん、あります。例えば本当に川越少年刑務所はエリートだったのかとか、うん、確かにそこはちょっと突き止める必要がありますね。そうそう、はい、どこら辺の上野のお姉ちゃんいる店でブイブイ言わしてたのかとか。ああ、それはいけないな。そういうのをねほりはほりちょっと聞けたらなと。いいっすね、うん、さて上野ということなんですけど、はい、ゆうくん地元江戸川区ということで結構近くないですか。わりかしそうですね、下町だから。はい、なんかこの辺変わったっすか。この辺なんか僕がまあ今昼間っていうのもあると思うんですけど、わりかしなんかちょっと言っていいのか分かんないですけど、単純に店舗型風俗が減ったのかなっていう。あ、結構10代の時とかは、うん、ブイブイ出した。まあそうですね、どこにも言ったことはないですけど。そうですよね、さすがにないですね、こういう話題を言ったことは。やっぱヘルスだと思って、ヘルスでお客さんの普通の相手だと思ったんだけども、がっちりがっちり乗っかられて、もう惚れさせちゃって店辞めた後からケツ文字出てきたとか、そういうのちょっとあったじゃないですか。そこまでめっちゃ本番舐めてたじゃないですかみたいな。そんな過激のはなかったですけど。でもなんか自分の中のその定義があって、はいはい、ヘルスって一応本番はダメじゃないですか、うんうん、なんですけど、ヘルスでそのまあその女の子だけのだけとの交渉で本番まで持っていくってところが自分の中での、そこら辺はちゃんとそれぐらいの遊び方はしてやるよと。そうですね、西川口流だ、はいはい、なるほどな、はい、俺それでも俺の歌舞伎町スタイルもそうだよ。歌舞伎町スタイル、なるほど。あともう女が欲しがって乗っかってきちゃったらもう仕方ないとかあるんだよ、そんなの。まあそうですね、そうそうですね、これはもらい事故じゃん、だってもらい事故みたいな乗っかっちゃったんだよ。いや、だったら早速食いつかせていただきますけどね。ほら、人と名が集う街らしいですよ。おい、やめて、今ハートブレイクなんで。ハートブレイク、そうですね。奥さんいたらどうすんだよ、前の奥さんが。あ、それはやばいな。それはまずいですね。それはいたら大ニュースですね。俺らにそんなこと話さなきゃよかった。大変で俺らも永久にいじったんすから。いや、多分後悔してますよ。初めていじられてるんです。川越自体のちょっとお話をちょっと聞きたいなと思って。はい、ね、俺森田さんが川越のことエリートだなって言いましたけど、あれどういう意味で言ったんですか、まず。いや、あれは単純に、はい、その俺らってルイハンしか行けないんだよ、はい、ゲソつけてる人って。あ、そうですね、うん、で、ゲソを入れてないとA に行けるんだよ、はい、B じゃなくて、そう、 A のことを全般的に揶揄しただけ、コメントに対して。なるほど。あ、そうですよね、うん、そのヤクザばっかのとこじゃないじゃんってこと、はい、あ、可愛いもんじゃねえかって。そう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 、要は YA ってヤングの A は初版なんで、はい、あ、そっか、ヤング Y でね、 YA、YB だもんね。そうです、YA なんで、そういう意味の要は皮肉を込めた、うんうんうん、ってことですよね。そうなんですよ、はい、
だけど聞いたところによると B がいない分、うん、えぐいんだって。そのいじめとか。ああ、それはあるかもしれないですね。はい、俺実は分類干されて、え、そうなんですか。7ヶ月ぐらい俺も川越いたんです。え、本当ですか。運動場から桜見えたもん。季節またいじゃったんです。季節またいで。カレーがうまいんだよね。うわ、カレーうまい。カレー超うまくない。カレーうまいんですよ。じゃあのな、はい、俺その後松本って田舎の信州行ったんですよ。田舎の行ったこと多いですよね。カッペ刑務所。カッペ刑務所。松本のカレーがあんまり極限までまずかったんで。そうなんですね。川越のカレーめちゃくちゃうまい。へー。川越のカレー美味しいです。なんかちょっとなんですかね、普通のちょっとカレーとは違って、はい、ちょっとドロッとしてるんですよ。で、ま、水っぽくなくてね。そうですそうですそうです。それがまた美味しいんですよ。懐かしいな。あれもエリートだと川越は。そう。で俺、はい、ノイローゼになりかけて、はい、ちょっといろいろ揉めたりしてる最中にかけられたから、俺、まあ、言い訳じゃないんだけど、独居に川越って備え付けになっての醤油とかソースとかあるよね。はい、あ、多分俺らだけ新訓訓練の、あ、そうですよね、訓練部屋だからかな。多分そうかもしれないです。あ、そういうことか。俺ソース飲んでたもん。マジで。なんで俺の部屋だけソースそんな早くなくなんだって言われて親父に。いや俺知らないっすよとか言いながら俺ソース飲んでたもん。ソース飲むはすごいっすね。タバコ吸う感覚でソース飲んで。ちょっと取っとけ。なんだこれ。ルーレット？スロットだろかも。ルーレット。あ、違うか。あ、違うか。ジャグラーっすね。ジャグラーだよね。あ、ペカるやつか。そうそう。ダメすぎだな。川越はでも結構大変だったという噂を聞きましたけど、実際大変でしたか？大変でしたね。やっぱりなんか、もう何が大変って、結構作業自体はまあ大したことはなかったんですけど、うん、まあ、そういういじめだったりとか、いじめだったりとか、あとは運動が過酷でしたね。小系は運動きついでね。運動きついです。半端じゃないです。俺もさ、俺川越分類終わってから教育部から最初盛岡と、はい、どこだっけな、どっか3カ所ぐらい取らないって言われて、はい、でちょっと揉めてる相手とかもいるってことで、はい、それで結局松本ってなって、はい、で川越ではずっとその分類分線だったから、はい、分線は別に本当こういう風にしてるだけでよかったから、そうですね、そうですね。だけどいざ松本着いた瞬間、なんつうんだろう、もうフルダッシュする受刑者のフルダッシュで舞う砂ぼこりっていうの、はい、うん、あれ見た瞬間面食らっていきなりビッコ吹いて警棒使ったから当日からバス降りて侵入で入って刑務所松本の門くぐった瞬間ブワーって運動してるの見た瞬間やりたくないからいきなり俺も足怪我してるよ。やっぱりそういうことズルするんですね。森田さんは。俺はもうほんとズルするよ。それぐらい過酷なんだから少年刑務所のことってね。過酷です、半端ないっすよ。でもなんか僕自身は最初の方それこそやっぱみんなについていけなくて、うん、もう日々ただただ苦痛でしかなかったんですけど、はい、なんかそのうちやっぱりどん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 自分が運動できるようになると、はい、運動っていわゆる走る筋トレもその2択なんですけど、はい、もうどんどん逆に休みの日とか走りたいなって思ってくるようになるんですよ。習慣になるからね。そうですそうです。運動会コーラだったでしょ。そうですそうです。あれカレンダーで1週間ぐらい前から超楽しみじゃないですか。楽しみです。わかるお前、コーラの、はい、今日のハイライトはこの動画途中俺とゆうきくんでコーラで乾杯するわ。少年刑務所の思い出だからコーラ。へー。そうですね。え、コカ・コーラですか。コカ・コーラが、そうなんですよ、あれで出るんだ、その運動会の時に、あまりにも、はい、普段そういうお菓子とかコーラとかって、うん、甘シャリがないんだよね、食べれないじゃないですか、うん、だからたまにこうポテトチップスとか食べると免疫がないんで、はい、歯茎の上のところのやつ傷だらけになっちゃうんですよ。あ、粘膜が弱ってんだ。そうです。ああ、いや、コーラ飲んで肺になるんだから。あ、聞いちゃうんですか。聞いちゃうんだよ。それもな、はい、あれでいろんなみんなの出身出どことかいろんな性格性質が出るんだけど、はい、楽しみにしてたけどあんなのプシュッと開けてグググッと飲んだら終わっちゃうじゃん、はい、そうですね。その何日も楽しみにしてたから、それをなゆっくりダイジェストで飲んでると小じき扱いされるんだ。あいつあの野郎コーラぐらいで何あいつチビチビ飲んでんだよって言われないために強がってよ、うめえなーとかでここここでやってもったいねと思うんだよ。ただその一種の成人刑務所よりは俺は小刑の方が嫌だったな。なんかみんな言いますよね、うん、それこそ成人刑務所から来た人とかもやっぱ成人刑務所の方が全然いい、うん、
やっぱ大人だからみんな、はい、つまんないこともそんな起きないし、はい、あとほら取り返しのつかない喧嘩とかは起きても、はい、大人たちの、はい、やっぱ所詮少年刑務所のなんかあのしょっちゅうじゃなかったしょっちゅうでした本当あのしょっちゅう非常ベルっていうかね放置機降りて、まあ、放置機でねガチャンタタ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 タみたいな後藤さんって今は失礼ですけど完全に構成はされてますか？そうですね当たり前じゃないかあそうですかねいやなんかまだうちに秘めた狂気があるのかなと思っていや俺はそれも感じてるんだよ、はい、それは格闘技とかの試合の時だけ出すようにしてますなるほど、はい、だいぶ猫かぶっていい子でいようってしすぎちゃってその我慢してる部分が多いからその分が多分大きい買い物とかしちゃってるんだと思う絶対そうなんだよ、ね、バイク買ったりあ、はい、でもなんか結構僕自身もあんまり実感ないんですけどその人のことを見てるとあより一層分かるなっていうのがあって顔つきがよく変わるって言われるじゃないですか不良やってた時と今の時 で環境が変わってね古田さんも結構昔の写真とか動画とかひどいよねものすごいもう目つきがまるっきり今と違うんで確かに蛇みたいな感じだった蛇当時の俺はもうなんか睨みをこう何かあったらすぐ行っちゃうよみたいな、はいはい、あれもなんか虚勢だったんだろうねあれが本質ですよ後藤さん、はい、なんか言ってますけどでもそれこそ古田さんとかっていうのは何歳ぐらいからなんかこう自分で自負してるそのぐれ始めた時期とかってなんか大体いつぐらいとかって分かるんですかいや、まあ、でも本当子供の時かもね子供の時の方がだから小学校ぐらいの時はやっぱり近所で結構有名だったのあそうなんですねそれ近隣の小学生たちの間ですごい一時期有名で、はい、それでもお祭りとか行ったりすると、はい、みんなのもうビビり方とかもう面白いじゃんなんかそのもうビビっちゃうからこっちのその、はい、やればやるほど噂になるし、はい、俺これ俺の時代が来たみたいに思って、はい、子供の時これはもう俺の時代が来たって調子に乗せたら小学校5年ぐらいでさすがに6年の先輩にボコボコにされて鼻も折られて、それでちょっと一回ぐずったんだけど、はい、まあ、またちょっとそこから暴走しちゃって、はい、ゆうくんもそうでしょでもいや、でも僕はそのやっぱり、まあ、芸能界に入って、うん、なんていうんですかねはっちゃけたい自分と、うん、やっぱ真面目でいなきゃいけないっていうのがあってその葛藤の2年間とか3年間があって、まあそうだよね、芸能界引退した後に爆発した感じですね抑制してた分がね爆発するよね今から行くぞみたいな、まあ、あとやっぱりさっきのお話じゃないですけどやっぱこう姉ちゃんのが芸能界にまだいるっていうのがやっぱそこも少なからず考えてたので姉ちゃんに迷惑かけないもんねそれがその僕の引退とともにそこも、うん、一旦吹っ切れましたあ姉ちゃんは姉ちゃんで俺は姉ちゃんは姉ちゃんで俺はっつね、はい、なるほどなやっぱお、まあ、俺はそんなお姉正直言うと俺そんなに詳しくなくて、はいまあ、名前ぐらい名前と顔ぐらい知ってても、はい、あんまりそんな詳しくなくて、はい何々の弟だみたいな目で思ったこと一回もないわなんかずっとやんちゃ坊主でこういうタイプの子だっていう、はい、なんつうんだろう後藤祐樹として見てたから、はい、こういうお店とかは変わってないこういうお店まあでも結構やっぱ入れ替わりが激しいですよね、うん、この辺の飲食店も、はい、結構仕事とかでは来るはいこっちの方とか来てダクト工事とかやるダクト屋さんだもんねそうですそうですあそうなんですかあ奥さんのところで一緒にやってるんで奥さんとあそう職人さんとして働いてらっしゃるんですねそうですもうトンカチ持たしたら右に出るものはいないですへえなんか刑務所移送される前とか拘置所からなんか持ってかなかったですあ遺憾の時にそうですそうですお菓子は無理でしょお菓子は無理なんですけど僕拘置所で練乳を購入できたんで練乳とか持ってきた練乳を空のシャンプーボトルの中に包め込んであそういうことあそういう持ち込みで刑務所持ってっちゃいました、はい、それシャンプー間違えそれで頭洗ったら最悪だよそうですねさすがにそういう中までは見ないあ、はい、俺も一回やらかしたよ練乳ミルチューでしょそう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 通称ミルチューっつってよミルクチューブっつって、
あ、中っていうよ、コーチをマークシートで買うんだよ。あ、そうですね、鉛筆で、はい、俺マークシート間違えてミルクチューブ100本来たんだよマジで腹立ってさ、自分の部屋にミルクチューブ100本ぐらい来たよマジでやばいっすね。あの差し入れは池田屋ってあったでしょ。ありました、ありました、ありました。池田屋の場所は俺のファンだったの。あ、そうなんですか。だから誰か面会に来ると、あ、これ宇田くんねっつってメッセージ付けで俺に面会来る。へぇ、それすごいっすね。あ、懐かしいですね。しかも池田屋って、池田屋、はい、池田屋ともう一個あったなんとか屋、小池屋じゃなくてなんだっけな。あ、でも相模屋かな。今はもう久々に聞いたワードだったんで、うん、本当懐かしいです。ゆうきくんなんかパクれた時ファンレターとかすごかったんじゃない。聞きましたね、うん、はい、応援してますとか待ってます。そうです、そうです、そうです。でも結構なんかもう自分にまつわる記事とかって新聞とか雑誌とかも全部、うん、切り抜かれて黒くなって、ね、切り抜かれちゃうじゃないですか。だからうわ、どんなこと書かれてんのかなってすごい気になってたんですけどちょ、しゃばってたら分かってんのか。高級田中高級。僕があのブレイキングダウンをまだ引き続き参戦するご予定でした。そうですね、うん、第6回。なるほど、米尾、はい、選手を織田さんにかっさられちゃった形ですけどもそうですね。なんかあの今誰と戦いたいとかありますか。なんかあの結構ブレイキングダウンってなんか、まあ、今そのちょっとしたこう流れになってると思ってるのが、はい、出場したらこうみんなとこうある程度こうコラボっていう形で、うん、何回や仲良くなるじゃないですか、うん、なんでやっぱこう常に新しい人がまた第6回大会で出てくると思うんで、うん、新鮮なもう何も自分がこう感情輸入してないことを戦いたいです。なるほど、はい、うん、そっちの方がいいかもね。そっちの方がいいですよね。一回ちょっと仲良くなっちゃったやつやりづらい、やりづらいです、本当にやりづらいです。お前もちょっとブレイキングダウン出ろちょっと。あ、そうですね、ぜひ。おー、ウリタさんと体重合わせて出ちゃおうかしらまさかの、あ、はい、あのブレイキングダウンと新宿でもやってるから毎日の近くで勝手にグローブはめてブレイキングダウンつってやれだけの話だから体重合わせて来いよ。逃げた瞬間に KO されちゃうじゃないですか私まあ非常に自分を安売りしないっていう方法をよく分かってるなと思って。さすが元芸能人。そうそう、それなんだよ、うん、自分の付加価値だったり、はい、自分が、はい、例えばここを歩いてったら簡単に歩けるんだけど、はい、ここを歩くことによって自分が安い扱いになるんじゃないかと思ったらその道をスパッと捨てちゃってみんなが行かない道を行くというか。そうですね、そういう鼻が利くと思ってて、はい、俺ゆき君は CC ジャンプも DD ジャンプもしないでE ジャンプしかしないんですよ。お父さんはそういうことですね。トリプル A なんで結局はよ全く別でしたそのなんだろう、自分を本当安売りしないっていうところをすごい徹底してるなって俺はすごい感じてて、はい、うん、だからやっぱそのこの人ならではの哲学っていうのがすごい強いんだと思う、はい、俺もそれある方だから、うん、はい、今回そういうのがいっぱい散りばめられてるんじゃないですか。そうですね、この中に、はい、講談社から出るアウトローの哲学でしたっけ。そうですね、説明させろよ本人はいなんかあの今回の本についてなんですけど、うん、まあ、僕がちょっと一番その大事にしたいところっていうのがなんかやっぱり自分自身が10代もう本当小学校とか中学校ぐらいからぐれ始めて、で21歳でこう逮捕されて刑務所まで入って、うん、やっぱり今その10代の子たちでやっぱぐれてる子たちでその同じ思いをしてほしくないっていうのがもう第一前提なので、はい、まあ、その10代の今その完全にぐれてる子たちを主にこうターゲットに向けて、うん、まあ、その僕のことを反面教師にしていただいて、うん、こんな大人にはとかこんな風にはなりたくないっていう思いで、その僕が今回本をちょっと書かせていただいたので、はい、ぜひぜひ皆さんはもしよろしければ、はい、ご覧くださいませ。田中さんの立派な考えよ。すごいですね。俺なんか同じように突っ張ってる若い子に俺のチャンネル登録してるからしか思ってないよ俺俺みたいになるなら全く思ってないよ。どんどんチャンネル登録しろと思って金落とせと思ってんの俺勝手にパクられてこいと思ってんのでこの本の中には鈴木先輩の奥さんの不倫のことは出てくるもちろん出てきます。スカトロの話とかどんな本ですかそれ最終章スカトロとか出てくる最終章お前結構増資が深いんじゃないのスカトロに。スカトロなんだ嫌いじゃないですねあ、違うんだっけ。あ、そうかゆきくんのガセネタなんですあ、ガセなのガセですよ、思いっきりガセプチスカトロプチでもないプチスカットじゃないの再婚できなくなっちゃうからあ、そうか情報流すと、ね、再婚相手も探さなきゃいけないもんね。
10年ぐらい諦めた方がいいよ。はい、そんなことなんで、概要欄に貼ってあるゆきくんのチャンネルもよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、ね、まだ先のことは分かんないけど、はい、ブレイキングダウンとかで今後も絡めて、そうですね。そんな感じです。ゆきくん、今日はありがとうございます。はい、こちらこそありがとうございました。ありがとうございます。